見つかっちゃった。もう独身しちゃったよ。いらっしゃいませ。え、もういらっしゃい。感動の再会。リアルの流儀へようこそ。私リアルはですね、常に体調不良で異常に心配性な50歳主婦です。当チャンネルは波乱万丈なおしゃべり Vlog となっております。ここのところですね、子宮内膜ポリープ手術の件に振り回されているんですけれども、そのベストなタイミングを塗って、大親友が来徳です。はい、徳島に来てくれること、来徳と名付けました。はい、ベストタイミングって言ってますけど、前々から決まってましてね、子宮内膜ポリープ手術はですね、入院して手術のもうほんと間際で中止になったんですけど、その中止はこの妹の楽しい旅をベストな状態で楽しめるように神様が仕向けたんじゃないかと、はい、自分に都合のいいように考えております。ぼっち主婦ですからね、3年近く一人ぼっちですからね、親友が来るのに塞ぎ込んで悩み倒してる場合じゃないんですよ。はい、今回は皆さんもご一緒にリアルの流儀ツアーをお楽しみください。いや、ごめんね、大丈夫だった？いや、全然大丈夫。実は何も食べてないの。あ、バカよ。いえ、だけどリアルの流儀ツアーというだけありまして、今回の、二人旅はですね、 MO のリクエストで、私の、ゆかりの場所を巡ってまいります。動画に関係するとこばっかりです。ホテルがそこでしょ。そうよ、ね、あそこのホテルで YouTube 第1話。アミコビルはこれが私がいつも言ってる、何、あ、大きな声で言う、なんちゃってデパート、ね、なんちゃってデパート、はい。あのさ、東京にないんじゃない、あのザラのアウトレット、あ、そこにある。ちょっと見る、見る、うん、見ましょうか。すぐそこだよ。その、うん、今私も通ってきたけど、あの妹行くかもと思って素通りしてきた、うんうんうん、このさ、沖縄みたいな感じやろ、これね、うん、これずっと向こうまで続いとって。徳島は田舎田舎って言いますけど、駅前の景観はなかなか良くてですね、このそびえ立つヤシの木の正面に眉山がございます。あの有名な眉山ですよ。はい、いらっしゃいませ。徳島に存分に楽しんでください。あれが眉山で、はい、でこちらが、こちらが、はい、こちらが徳島駅になります。はい、沖縄に2人で来たわけじゃございません。ないですよ。ついたこれも最近できたんだけど、なんか稲荷寿司の専門店みたいな、そう、美味しいよ。なんかこじゃれてて、あれ見てみ。これでも YouTube 出したことあるかもしれない、こんなおしゃれなの。あ、なんか見たことある、うんうん、そうだね、そうだよね。夫がなんか勝手に入り込んじゃって、先にね、そう、なんか勧誘されてさ、もうパパ断らずに入っちゃって、あ、やってるやってる。あの観光ガイドをしながら MO を引き連れて徳島駅をあの散策しておりました。まずはアタリアというお店の大判焼きをいただきます。黒いあんこ、あ、まだ雪があるじゃん。あるよ、少なくない？いいのいいの、胃が痛くなった困るから。そうかそうか、そうやね。いただきます。いただきます。うん、おいしいよ、うん、おいしい。うちの夫はめっちゃ甘すぎるって言うんだけど、そんなことないよね。しょっぱいし、甘いし、うんうん、なんかあんこの味がちょっと変わってない？変わってるね。なんで私 YouTube で見てるところの着陸した瞬間に一人泣けてきちゃって、いやもう嬉しいな。帰ってくときも嬉しかったんだけど、うん、ほらみんなでバタバタしてたし、ゆっくりこう話すことも、うんうん、話せなかったし、うん、今日とかさ、うん、もうこの先まだ夜は長いしとか思ってるから、こうリラックスするけど、あの時さ、いやいや、でも感染の時間があるみたいな、ゆっくり会えばいいやと思ってたから、うんうんうん、楽しかったね、あれはあれでね。お土産、うん、何これ、キャベツみたいだけど、キャベツじゃない、あの、フライドポテト、ありがとう、うん、おしゃれなんだけど、やっぱ、ね、東京は違う、そんなことないよ、徳島だっていいとこあるで、まあでもね、こじゃれたカフェとか結構あるし、なんかここは都会っていうとこ、トリュフだよ、トリュフ。好きかなと思って。好き好き好き。かわいいんですけど。何、東京駅？羽田空港。ああ、そうか。羽田空港なんか久しく行ってないからさ。よかった。あ、ハニーソルト&バターだって、うん。ハニーとか大好きなんですけど。ね、ジョイフルのヒカルのやつもさ、ハニーマスタードがついてるのよ、どのメニューにもね。ジョイフルこの辺ないの？ジョイフルの光るメニューもリアルの流儀にはつきものです。もちろん今回も行きますよ。MO にどこ行きたいって聞いたら、まず言ったのがジョイフルでしたからね。腹ごしらえをしまして、全国的にも珍しいザラのアウトレットにやってきました。普通のザラはないんですけどね。信じられないよ、MO とザラアウトレットを買い物してるなんて。私もあの動画のとこに来てるとは。私いたよね。そう、いたいた。よく見てくれてるよね、いつもね。もう、いや、そう、
これもいいじゃん。これもシンプルで。うん。で、こっちこっちだな。これもいいよ。いいよ、行こう。素材が分かりませんわ。いや、楽しいな。お友達と徳島で買い物だよ。一人じゃないって素晴らしい。徳島には残念ながらザラがないんですけど、こういうアウトレットがあるっていう方が私は嬉しいかも。ネットで買えませんからね。このね、上のグレーに茶色のチェックが入ったこのマフラーがね、すごい素敵で、 MO がね、お買い上げになって持って帰ってくれました。なんか嬉しい。後にまた行った時に私も買ってね、 MO をびっくりさせようかなと思ったんですけど、残念ながらなくて、この下の茶色のやつを買いました。なぜか夫が使ってます。夕飯を食べるまでに時間がありましたので、純喫茶でお茶しようってことになりまして、散歩がてら、こちらもよく動画に出てきます新町ボードウォークを歩いていきますよ。とっても素敵な場所なんですけど、イベントがないときは一子一人いません。綺麗だよね。なんか色が次々に変わって、川沿いをウォーキング中。はい、気持ちいいですよ。いろいろ行くとこあるんですよ。そうなの。そう、お腹も空かさないとね。そう、ちょっと私は感動してるんです。 YouTube で見てたところを今実際歩いてる私、なんかちょっと自分ウキウキ。みんな来てください、徳島に。ね、徳島良いとこ一度はおいで。ね、あ、色が変わった。そうよ、色変わるんだよ。ね、無駄っていう話よ。誰も見てないんだ。もったいないから徳島の皆さんみたいな。みんな出てきてちょうだい。魚いるのかね。魚いるよ。お魚は専門外なんですけれども、徳島市のホームページによるとこういう魚がいらっしゃるそうです。タイとかスズキがいますよ。びっくり。続きましてはイカリア、はい、コーヒーに行きますよ。行きます。はい、はい、こちらも動画によく出てくる私がよく行く喫茶店です。全国的にも有名な純喫茶イカリアコーヒー店さんです。そうなんですね。ちょっと分割して冬には温まるからね、はいはい、そういうお年寄りって言われて初めて。あ、そうなんですか。そうだ、昔やってたんだ、じゃあやろうかって。すっかりファンです。来るたびにこれにしてば、ピーナッツミルクね。そう、ちょっと飲んでみ。あ、ちょっとこれ味見すなよ。いや、いいよいいよ。え、ほんと？そうよ、ちょっとせっかくじゃん、徳島のさ。ほんといい？じゃあガバッと溶ける。そんなの分かんないです。たっぷりすぐって。めっちゃ美味しいでしょ。すごいこれ。美味しいでしょ。すんごい。そう、ピーナッツがね。これ、あの、ここの名物だそうです。ピーナッツバターミルクです。ちょっと感動なんだけど。はい、今度は一応 YouTuber の番、本領発揮できるか。美味しいよね。うん、まっ。美味しいよね。やばいよね。うん、まっ。美味しいよね。私3回目やけど。うん。美味しいよね。3回目飲むのに、めっちゃいいリアクションするやろ。うん、わざとちゃうで、これ。美味しいもん。リアルがリアルなリアクション。うん、めっちゃ美味しいから。このさ、入れ物がな好き。なんか和感を感じるね。冷めない感じのね。なんかホーローっぽい、ね、そうでも陶器かな。陶器ですよね。陶器やね、うん、かわいいよ、かわいいね。よしこさんよしこさんやるわ。私よしこブレンド待ってます。うん、よしこブレンドも飲んだことある。コーヒーも美味しい、うん、ここスイーツもめちゃめちゃうまいね、うん。ホットケーキも美味しかったけど、手作りのケーキがいっぱいあって、インスタにバンバン上がるの。名物ですよね。すごい。これも昭和からあるんですか。それはないです。それはないです。この家、やっぱり42年ぐらい鉄筋にした時に裏をやって、それからこっちです。それで、私があれしたんですけど、うん、持ってこれくらいしたらお客さん喜ぶかなって計算なしに持ってしたのが評判になって、もう今だやめることができない。やめない。奥さんがよしこさんですか。いや、母親がそうなんです。あ、そうなんですか。よしこのブレンドって言います。はいはいはい。ちゃんも、はい、よしこのバーシーってあの青でめちゃんね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 あるよしこのバーシーって言うんですけど、はい、先代のよしこっていうのと兼ねて、はい、50周年の時にうちの、まあ、孫になりますよね。あのご主人、母親、息子です。あ、息子さんね、はい、はい、でそれで、まあ、50周年の時に記念にブレンド作ったのがよしこのブレンド。みんな今日の飲みいただいたの全部うちのオリジナル。やった、よかったね。よかった。東京から今日来られて、そう、楽しみに連れてきました。楽しいよね。
私まで旅行に来てる気分なんだけど、嬉しい、そういう風に言ってくれて。だって自分が行けないからさ、めっちゃ嬉しい。強くならなきゃいけない。私いやいや、でもさ、MOにあやかる。そんな強くならなくてもいいよ。いやいやいや、弱すぎね。いやいやいや、そうなるとほらまたプレッシャーになっちゃうから自分に。まあね、そうだけど、なるよ自分に。さあ、MO に聞いてほしいことがある、まあ、でも MO の話も聞きたいし、だからゆっくり話すか。まずゆっくり、時間あるからちょっとでいいからね。そう、旅行者が食べるんだよ、それは。私はいつでも食べれるんだよ。ごめんね、私これでいい。もういいの？もういいよ、いいよ、いいよ。コーヒーあんまり甘くないじゃん。ちょっとだけ。はい、ありがとう、ありがとう。いただきます。いただきます。よしこブレンドをいただきます、うん。カフェインとかは全然平気。あ、大丈夫。私もちょっとお酒も控えなくて。今日は今日飲むでしょ？飲む、飲む。てか毎晩飲んでる、本当に。あ、美味しい。美味しい。美味しい。よかった。いやー、これピーナッツ。このコーヒー美味しい。何を頼んでも間違いない純喫茶です。徳島に来られたらぜひ行ってください。そしてこの夜のメインイベントはですね、なんか MO に申し訳ない気もするんですけれども、我が息子がアルバイトをしている居酒屋に2人で訪れました。もちろん息子に許可を取っておりますよ。息子はね、 MO のことが好きなので照れくさそうに別にええけどって言うてましたね。夫やったら絶対来るなって言います。いただきます。乾杯。あ、これ洗浄されてるね。あ、そうなんだ。そう、洗浄されてるわ。この、あ、ちょっと、これ大事、見て、クリーミー、うん、ちょっとごめん、面白い、洗浄されてる、洗浄、洗浄されてるし、嬉しい、うまい、うまいんですけど、美味しい。来てんのに来ないじゃないか。ごめんね、10年挨拶してたから、大丈夫。笑ってくれたのは大丈夫。他の子も嫌だろうね、同期の親がさ来て、そこに接客来るのね、絶対話しかけられるから。東京から来てるっていう、まあ、うん、家族、そうよ、いや、来んなって言われて、うちは従って。そうなんだ、ごめんね。違うよ、絶対嫌だって言うから。そうだよね。そうそうそう。え、今んとこ全然大丈夫。無視しちゃダメだよ、分かった。大丈夫大丈夫。ありがとうね。なんかお客さんに全部やらせてる気がするけど。え、なんで？お客さんじゃないから別に。食べてよ、もうほら冷めるからさ、味見だけでも。積もる話がいっぱいあって、私は喋りながら食べるのが得意なんですけど、 MO はね、箸が止まっちゃって、最後ガーッと全部食べていただいて、もう食べられへんっていうことで、でも喋り足りへんってことで、2次会3次会はマクドナルドです。お疲れ、お疲れ、乾杯。明日どうしよう。じゃあビンビン屋は行きたいな。明日土曜日じゃん、うん、めっちゃ混むと思うのよ。早くするか遅くするかなんだけど、うん、ちゃんの体調で早くない方がいいね。そしたら渦潮見るだったら、うん、渦潮の時間に合わせなきゃいけないじゃん。あ、ね、あ、さっきいただいたわね。そうだね、いいよ、うん、あ、これずれてて、いや楽しかった。楽しかった ね、めっちゃ光ってる。ダウンとバッグがマジで光るの。ピカピカの女だわ。じゃあね、じゃあね、また明日で。あそこね、ロータリー大丈夫だと思う。もしあれだったら LINE するから。電子連絡してな。はい、わかりました。お疲れ様、気をつけてね。はい、バイバイ、また明日ね。いや楽しかった。もう時間が足りないわ。今もうね、何時？もう12時になりそうですよ。とっととシャワーを浴びて朝の9時まで寝よう。パワーをつけていきたいと思います。本当にありがたいわ。友達って最高。帰ってきたらさ、夫がさ、まだ起きてて、仕事の愚痴をたっぷり聞かされてさ、お風呂さ、これ多分夫帰ってきて蓋もしないで炊きっぱなし、ずっと追い炊き、グラ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 、ずっと何時間も炊きっぱなしが放ってあってさ、私が帰ってきたら慌てて風呂の蓋閉めてさ、さっきお風呂入れたんだよとか言って絶対うるさいし、私明日早いんやけど先入りたいんやけど、ちょっとさ、いいよとか言って優しい夫を演じてるけどさ、自由気ままにやってたんだよ。あれ高熱費がかかってしょうがないから、ご飯用意していったんだけどさ、やっぱりコンビニでいっぱい買ってきてたみたいで、おかずは食べてくれたみたいだけど、明日それ食べといてっつって、もう朝夫が起きてくる前に出かけてやろうと思います。スノーが私に口紅をつけてくる、すごいことになっているこの映像が。なんですごいな、口の中おおおおおわわわわわわ、すごいことになってるわ。テンションがおかしい。怖いから、これ。
めっちゃええ天気です。私が晴れ女なのか MO が晴れ女なのか、二人して晴れ女シスターズなのか、親友が今日帰ってしまうと思うと早くもブルーになってますけれど、はい、本当悪い癖、帰らないで MO。 今日はね MO の飛行機のフライトの時間までいろいろ行きたいんですけれども、なんかね MO がなんかリアルのルーツをたどりたいとか言って、リアルのお母さんのルーツもたどりたいとか言って、なんか YouTube に出てくるところいろいろ見て回りたいって言ってくれてるんで、まあ観光も行きながら私のあの普段行ってるようなところ、野菜の多いコンビニとかね、私がオペしないで帰ってきた大学病院とかね、うちの母が入ってる施設とか、母が昔やってた喫茶店はねちょっと遠いからあれなんだけど、うん、それは無理かもしれんけど、私が片付けた実家とかね、あのもちろん中は入りませんけどね、うん、そんなこともしながら鳴門の方の渦潮とか行けたらいいな、行けるかな私の車で、私の運転で、うん、これも MO が来てくれたからできるっていうことやからね、チャレンジです。MO のホテルまで迎えに行きたいと思います。午前中に出かける場合は、便活なしのノーヘアメイクでございます。美容院ね昨日一昨日行ってきたばっかりなんですけど、成功だったみたい、なんかいろいろ順調。グッ、おはよう、お邪魔します。いいえ、あー素敵、素敵じゃないわ、 YouTube で見てる車だ、あ感動、あちょっと待って、せっかく撮ってんの、あ撮ってた、おはようございます。天井撮ってた、おはよう、おはよう、第2日目です、2日目です。この車ね、これいつもご飯を食べて、そうパン食べて、そうバッテリー上げたやつね、あバッテリーあなたと最新の車はそうなんだね。いや違うよ、あのさブレーキを押してこれを押さないとダメなのに、ブレーキ押さないでこれやったのね、そしたらなんか電気系統だけついてエンジンかからない、難しいな、そんな最新の知らないよね。綺麗に化粧してほんまにすっぴんに来ると思った、すっぴんでも綺麗だから大丈夫、私すっぴんは男みたいになってるおじさんになっちゃうからダメなの、やばいね、嬉しいな、私の運転乗ったことあったっけ、あるに決まってる、いっぱいあるわよ、うん、これがこのアグネスホテルのこの徳島のここそうケーキ最高にうまい、気になったの、うん、そうここね私帰りそう、うん、昨日よ、どこ気になった、気になった、だって女の人がさ最初ラブホテルかなと思った、あまりにも綺麗すぎて、で昨日ごめんね、なんかさ5時起きだったんだと思って、だからさ夜さ10時くらい寝るって言ってるのにさあんな時間までさ行かれるの大丈夫の方が、そんなのだってそう言ったらそうじゃん、いい大丈夫だよ、あとそういう問題じゃなくてせっかく、うんそんなさ、これ嬉しい、気持ちが違うじゃんやっぱり、うん、ありがとう、パパ怒ってない、全然、えパパ大丈夫、全然、今日もさガラッとか言ってさ、ケツさ、うんうんうん、トイレ7時ぐらい行くわけ、私、うん、ほらあのギリギリまで寝てたかったもん、つけ、うんうん、なって壊されたと思って、うん、でトイレ行きたくなってきて私も、うんうんうん、寝てたのにと思って、起きたら寝られへんやんとか思いながらさ、そうやね、トイレ行って、いやでもちょっともうちょっと寝ないと持たへんわと思って、うんうん、寝ようとしてんのにさおはようとか言ってくるわけで旦那がおはようじゃねえよって自分はおはよう言ってまた寝るんだよ、寝れるのね、私たち寝れないよね、俺は寝れねえとか言うのよ、うん、だけど寝てんのよ、いや 寝れてるよ男の人は、ね、うん、寝れるよね、でこれ私と同じこのフィットビットを買って、うんうん、睡眠が取れてるかじゃあ測ってみるとか言うからさ、うんうん、恐れおののけばいいわどんだけ寝てるかっていうのあのさこれローカルスーパーなんだけどさ空いてるっぽいけど、うん、ありがとう、わ嬉しい、めっちゃローカルだからここ田舎って感じの、ありがとう、地元の人が買う、うん、あおじいちゃんおばあちゃんが来るとこ、買うとこね、あ、うん、私そういうとこが好きなの、そうありがとうございます、面白いよ、買って帰りたくなるでしょ、なる、いやちょっともういつでも送ってあげるよ、いやいやそんなに、見てこれここの箱でさ1680円だよ、ほんとだ、これみんな干してるじゃん、干してる干し柿ね、見て徳島さんのいちご499円だよこれ、でもこれ潰れるよね、キウイはさ外国じゃなくて、すごくない、すごい、え、それでこの値段、そうよ、福島は物価安いよね、福島ブロッコリー、買いって買いに、こうしよう、さつまいも、ほら、そう、みんな行ってるコンビニに超安いやつさつまいもあ、そうなんだ、それで十分美味しいんだよね、ザ・すだちって、これはやっぱみんな、すだちジュース美味しい、めっちゃ美味しいからみたいなじゃなくて、あ、じゃあやめるわ、普通に美味しい、普通に美味しい、うちのおじなんか好きよ、あの田舎の冷蔵庫に入ってるって感じ、本当に、うん、おお、たくさん買うね、うん、だってお土産、 お土産とかもちょっとあげるのと自分ちと、あでもビールで、うん、すだちビールとかあるのね、何にでもすだち絞るらしい、すだちいいよね、里芋のでっかいのみたいな、へえ、私
も買ったことない、怖くて作れない、そう、怖いね、料理ができない、北海道買っていい、もういいよ、北海道って北海道だけど、北海道だけどね、ちょっとでも安いって、安い、うん、分かんない、私も分かんないけど、でも安い、絶対向こうで買えない、これがね、徳島のね、昔からある三角パン、うん、甘酒も有名よ、甘酒とか酒粕とか、これ有名なのよ、ぼうぜの姿寿司、ぼうぜって魚が丸ごと上に乗っかってるやつ、あ、エビしかないわ、見て、あ、もう、え、すごい安い、おいしそうだね、ここ、いや、私でもこれ初めて見たわ、楽しいでしょ、楽しい、大好きよ、私、これ徳島のお好み焼きするんだったの、こう、うん、おいしい、これお好み焼き、お好み焼き、まあ何でもいけるけどね、とんかつとか、もう2本いく、重くない、うん、大丈夫、東京にはない味噌がいっぱいある、あるよ、で御膳味噌とかいうのがね、めっちゃあるんだよね、阿波の国の、本当いつも、そう、福島御膳味噌、え、4つしかない、あ、でもこのノーマルなやつがいいか、きつねうどんとかもあるけどね、金茶ラーメンのシンプルなの、ガンガン買ってます、ちゃんぽんか、これは違いました、家です、すごいよ、だってないじゃん、美味しくない、じゃがいもも北あかり高いじゃん、ねえ、そうなのね、高い、あんまり買ったことない、え、あ、中がちょっと黄色いやつ、うん、だ、そうだと思う、あ、なんか普通はなんかアマゾンかなんかで買って、そう、本当に、そうなの、そうなの、じゃあ私も今度買ってみよう、うん、買ってみよう、美味しいよ、そうそうそう、エモがお好み焼きフォーくれたんですけど、これ私飛行機の中に入れる、これ軽いから、なんかちょっとあなた荷物チェックしますって言ってさ、うん、そのカバン怪しいから中見せなさいとか言われて、そうそう、中開けたら金茶ラーメンだらけ、これさ、うん、なに、ハンドクリーム嫌い、大好き、あ、これ私の一番大好きな、知ってる、知ってる、これ大好きな匂いのやつで、大好き、私も今使ってる、私、あ、ほんと、これ食べたことある、私は YouTube で宣伝してるやつ、はい、そばは買ってない、私うどん、半田そうめん、うん、十割そばとか食べれる？食べたことない。めちゃうまいから。マジで。家で茹でてんのに、うん、こんなうまいのってぐらい。あ、マジありがとうございます。十、ね、割そばってさ、うん、ボソボソしてブチブチ切れんのよ、うん。これはね、割と家で素人がやっても大丈夫。美味しい。ありがとう。出た。これそう。アイハーブ。アイハーブ。そうそう。アイハーブ。アイハーブで買ったバーで。で、あのこの間紹介してたやつでしょ。アマゾンにもあるけどね。うん、ありがとう。これさ、大量に買ったわけうち。うん、見たあの YouTube で。出した。家で写真撮ろうと思ってて、うんうん、で箱をね、うん。まだそれはしてないんだけど、これ味見してみて。ありがとう。好きでしょ、あの、いや、嬉しい。体鍛えて 20g のプロテインが入ってるから。ありがとうございます。じゃあこれ味見。はい、味見しよう。はい、続きましては私の大好きなセブンです。いや、スーパーで安いんだよ、大根だもん、えのき買いたいって、えのき買いたいってか、人参もさ、180円、人参ちゃったかな、ちょっと面白いんだけど、いいでしょ、でも今日はまだ少なめかな、もっと多い時はここにザーって並んでる、あそこにほら売り出しますって書いてある、あの日とかはもう表に出る、そうなんだ、田舎のコンビニ最高です、カルコはいいよ、取って、これ取っていい、冬のメニューとか見てもびっくりするよ、ドカーンって乗ってるから、はい、来ましたよ、ハニーマスタードは中に入ってるらしい、あ、そうなのね、うん、初光るハンバーグ、すごい匂い、いい匂い、でっかいな、そう、でっかいって言ってたわ、そういえば、うん、美味しそう、そう、自分も食べてた、あ、すごいカレーの匂いなのかな、黒カレー、光るの頭ね、よね、そうそう、私はタイミングよく始まってた冬の新作をいただきました。今のところ全制覇。ちょっと濃いけどどれも美味しい。ジョイフル最高。ヒカルさん最高。バンドエイド持ってないよね。やけどでしょう。あの貼っといたらさ、ヒリヒリしないじゃない？ヒリヒリしてるんでしょ。いいもんね。相当痛いと思うよ。いや、そんなことないけど、でもヒリヒリしてる。いや、ヒリヒリしてる。痛いはず。私、やけどしてるからわかる。どっか寄ろう。いつもさ、持ってんだけど、今日手帳忘れたのか、私。手帳にさ、いつも入れてんのね。うん。手帳持ってないの、私今日。え、ちょっと見てくんない？あの手帳。いいの、うん、そのカバン。うん。綺麗に入れてんの。なんで？これは帽子でしょ？これスカーフでしょ？メガネでしょ？あ、飛行機飛んでる。これせんべいだな。ない。これソースだ。ないよね。でも昨日、机の上置いてきちゃったんだ。ちょっと家誰かいないの？いや、そういうのできないの。ほんと。もしジョイフルだったら、うん、ジョイフルって分かってるから、ね、電話していけるじゃん、うん、いや、ちょっと暑い、うん、暑いね、うん、初めて来てきた、あれは私、ここ暑いね、イギリスの、ね、いや、でもね、
中ヒートテックのハイネックにしたらやばいと思ったから、うん、普通のシャツにして、本当ね、私もう見事にするヒートテックにハイネック、これ苦しくない？苦しい、私若い時大丈夫だったけど、うん、苦しい、出産してくらいからかな無理になって、モフタートルみたいなさ、ゆるいやつじゃないと無理になっちゃった、うんうん、そうだね、うん、ちょっとこうきついね、着きましたよ、はい、徳島鳴門の渦潮を見に来ましたよ、はい、海が見えて感動しております、ね、なんだっけ、津軽海峡じゃなくて、ね、なんだっけ、鳴門海峡、はい、鳴門海峡で、鳴門海峡を映しましょう、急げ急げ、すごいタイミングです、あ、魚すごいよ、はい、そんなことより急いで、チケットはもういいのか、切ってくれた、はい、魚見たか、綺麗ね、水見て、なんか見えるよ、スマホ落としそうだから、あ、さっき見つけて、スマホ落としそうだから、海の水に感動しながらいざ出発です、今着いたんだぞ、私たちたった今来たんだぞ、すごいだろ、すごいよね、すごいタイミング持ってるわ、持ってる、私ら持ってる、持ってます、このさ短時間にすごいスケジュールこなしてな、無計画なのに、なんか、うん、道いい意味で迷って、うん、そうそう、でも自然と、うん、ちょっとお急ぎくださいよ言われたけど、うん、でもすごくベストな、全然見てこれ綺麗、イカって綺麗じゃない、ほらみんな釣りしてる、久しぶりだわ船乗るの、乗る船なんて、うん、ディズニーランド、そう、あれは一番ぐらい、こういうのか、本物の船、そう本物の海だからね、いやでもさ、これ綺麗、ちょっと信号長引いてたりしたら無理だったよ、運命、すごいわ、運がいい、日焼け止めとかやってたら本当ダメだった、でも日焼け止めしないとね、後でちゃんとね、橋がいいでしょ、確かに、これが鳴門海峡、そうそう、大鳴門橋かな、大鳴門橋、渦巻いてんの見えるよね、さっきの見る、もう怖いわ、怖い、ちょっと怖いな、うわ、あそこ見て、ボートみたいの、あれ怖くない、大丈夫なのかね、中に入っちゃうね、水も綺麗じゃん、綺麗だよ、うわすごい透き通ってるもん、コカ・コーラの瓶みたいな色してるね、あーそうだね、うん、そうだね、本当だよ、うん、ビー玉っていうか、ビー玉的なね、うん、ガラスのね、そうゴミ一つないもん、この人大丈夫かね、漁師、この人普通なのかな、んじゃない、穏やかの方なのかもよ、だって風そんな強くないもん、あそっか、うん、おお。
怖い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 。すごいスピードで行ってるよあれ。ほら。すごいねあの人。気持ちいいだろうね。乗ってる人楽しいよね。そうあれ見せてくれてんじゃない？いね、男じゃん。ね。男だろっていう。スプラッシュマウンテンみたいな感じ。よかったこれ見せてあげられて。私もすごい嬉しい。本当に見てくれて嬉しいけどね。いやありがとう。いや本当に嬉しい。これだけだよ。朝にあって車両通があって。これ。ありがとう。あっちすごいなんかシャカシャカシャカってビールみたいになってる。本当洗浄されてすごいきめこまやかな泡が。そうそうそう本当本当きめこまやかな。あーすごいもうこれ怖いよこれ。うん。ここね、うわすごい。あそこすごい渦巻いてる。渦巻いてる。うわすごい。民族大移動です。はい、逆サイドも映えてます。あ、いてる。あの人さ、絶対見せてるよ。見せてるよね、俺。そうそう、すげえだろ。帽子飛びそう。心の選択いたし申し候 by 坂本リアル。何言うとんねん。いや、そんくらい心洗われるっちゅうこと。どうですか皆さん、これ綺麗すぎてもう何にも言えませんでしたね。これ無言で撮影していました。あんまりねこう典型的な渦は巻いてませんでしたけれども、とにかくナイスビューでしたよ。若い時よりもすごいこういうのに感動するようになってます。年取ったってことでしょうか。うわすごい綺麗。なんかこう滑らかに滑ってる感じがしない？するするする、ね、するって滑ってる感じがする。そうそう、何あの船、すっごい水しぶきが上げてスピードが出てるのかな。すごいね、勢いが戦闘が、そうそう、こっち向かってきてますみたいな、この野郎みたいなね、持ってくるみたいな、怖い怖い、すごい速いよあれ。波しぶきが穏やかだねとか言ってたら、この船も前はそうなってんのかもよ。わかんないけど同じ人たちやってた。あ、でも見に行く人たちじゃないあれ。残念ながらお時間です。ずっと乗ってたかった大満喫。あーすごい綺麗、魚がいっぱい。タイ違うなんだろうね。ちょっとその眺めを見てください。いいでしょ。海苔養殖してんのかな。イカダみたいなね。そうそうそう、多分あれが上から見るとハートなんだと思うんだ。あの真ん中のあれだと思うんだ。 あの真ん中のあのあそこに島があるじゃん。島があるじゃん。向こうもほら橋があって綺麗でしょ。うん、綺麗。海の水が綺麗のが分かる。大好きな大好きなフレンチモンスターって書いてあるでしょ。ほら瀬戸内フードアートフレンチモンスター。あ、うんうん、ね、月へナルトへ。高いでしょ。5個入り1000円。1個410円。ほら瀬戸内お土産コンクール最優秀優勝受賞だって。酒粕のサブレとか、美味しい。徳島の酒造
本家松浦酒造の大吟醸の酒粕を使ったボタン型のクッキーです。 JAL 国内線ファーストクラスの茶菓子だそうですよ。舌噛みそうなんですけど、酒造そう、アイスとかもクッキー&クリームみたいに、こうか、そうか、自動じゃないの、いつもオープンになってる。綺麗、ちょっとやっぱ予約受けたまります。だってじゃあこれ回って帰ろう。うわ、最高に美味しそうなんだけど、これ。なんか綺麗よ。ほら、眺めいいでしょ、最高でしょ。なんか好きそう。ほら、ほら、やっぱハートのあれ。ね、ハート型の島、鏡島だって。これ NHK の朝市で言われたよ。あ、そうなんだ。うん、あ、はいはい、見たことあるかもしれません。うん、これちょっと出てみる？うん、出れんの？よく知ってるでしょ。綺麗だよ。食べに来てる人、観光の人もいるのかなって思って。どうなんだろうね。だから私いつもそんなの素朴に思うの。ああ、日本っていいね。天気ってありがたいな。こうやって親友にも合わせてくれて、すぐに運命の力を歩くと。いやでも本当そうだよね、文明の利器で YouTube があるからすごい身近だしさ。そうそうそう、ね、いやそれはね、でもね、見てくれとちゃんのおかげだね。いやだってお互いじゃない、発信してくれてるのもそうだし、まあ、私の動画めっちゃ長いからあれだけど、いや長いから人間の人も面白いよ。ずっと回ってたの。あの、いただきます、うん、ありがとうございます。これ何の柄かな、これ、ね、なんかスーパーマンみたいな。スイーツはテイクアウトしました。後ほどご紹介します。私の大好きなビンビア、私の大好きな場所を全部 MO を引き連れて行っております。素晴らしいよ、このスケジューリングが。うわ、すげえ。何、なんか魚干してるわ。すごいね。すごいよ、すごいよって私何回も聞いてるけど。こういう田舎の食堂感が大好きです。あんまりこっから撮りませんけどね。思い出のビンビアです。父といつも来てたビンビアです。有名だからか。次々やってきております。何の魚の子かわからないという、子供と外国人の女の子がウェイトレスさんで、何の魚かわかりませんって言ってきましたけど。はい、出揃いました。めっちゃ美味しそう。いただきます。みんな来るんだよ、ここに。ビンビアね。リアルおすすめのお店です。高さのあるやつでこう。あ、いいね。絵をつけて。これさ、私生姜だと思ったの。鶏肉。出汁がうまい。うんね。しまった。わからんけど。わかんないけど美味しいの。いつも。こういうとこ来てこういうの頼んだらさ、レビューをもううむも言わせず夫に取られちゃって食べられないから、今日は味わっとこう。主人も幸せだよね、こう徳島ってこんな美味しいものをさ、食べれるんだよね、なんかまあ京都の時もそうだったけど、私のご飯より外食下がるよ。すぐ外食する。うまい、刺身ね。私はこのお店が一番だと思ってる、美味しいよ。よかった。違うのにしてよかったね。本当だね。うん、私これ同じの全部食べられない。わかる。たくさん食べてね。うん、ありがとう。私はいつでも食べれる。うまーい。これわかめの味噌汁飲んだ？今ちゃんと忙しい。うん、最高にうまいけど。白味噌珍しいんじゃないの？うん、珍しい。そう、すごい、これだ、おじまんと食べてた。うん、やっぱここ好きだわ。ハマチ。なんか、これ、これだよね。ありがとうだわ。いや、何言ってるの、私好きだよ。来ない。え、痛いけど来ない。ここに？本当？だってさ、夫と来たらさ、めちゃくちゃ頼むじゃん。でもこれだけじゃ済まないから、もっとあれも頼もうぜ、これも頼もうぜって言って、自分一人でこうやって友達と来るのの3倍以上かかっちゃう。どうや、ご飯あったり、楽しみ。うん、どれも美味しい。ご飯は大丈夫。ご飯も美味しい。やる、ここにもわかめがたくさんあるから、はい、言ってます。見てこれ、プリップリよこれ。ほら、これ美味しい。よかった、これでよかったね。ねー、よくこのスケジュールこなしてるわ。
ちょうどいい感じでいってるんじゃない？シミュレーションが良かったよ。良かったね、本当ね。あとはもうたまたまのタイミングで、鼻ツンツン来てる。ちょっとゆっくりして。なんか面白いね、子供が幼稚園でさ、こうやってさ、そういうもんだよね。だってもう今しかないもん。もうそうなのよ、まあ、来年の今どうなってるか分かんないよね。そうなの、いや本当にそうなのよ。だから今しかないと思って、コロナが明けたらとかさ、オペ終わったらとかさ、言ってたらダメだよね。何か自分でアクションね起こさないと、絶対後悔すると思う。だから今年母も80になったっていうのもあるし、もうすごいけど本当にどうなるか分かんない、自分もどうなるか分かんない、子供ものこともある、もしなんかメンタルやられるなと思って、だったらなんか後悔したくないし、会いたい人に会いたいと思ってし、会いたい、ただそれだけ。話したかったんだよね、ちゃんとできてなかったからね。できてなかったから。最高品種、美味しい。本当に食べるかな。寝てる人に怒られない。たくあんが食べる。うちの夫と一緒やん。私の料理さ、梅、この梅干しとか言うからさ、食べんなよって。最高、たくあん。うん、最高。なんだかんだ言うとご飯ないんやけど。なんでや、私ご飯ばっか食べてる。なんでや。美味しいね。はい、これハマチ見せてなかった。ハマチだよね。あ、最高最高ね。これデザートがうまくて。そうだよそうだよ。あっちの母と、その本地方も楽しい、東京もさ、もう知らないのたくさんあるよねって住んでても、だからそういうとこ巡ろうねなんて言って、その時に足を思い出すの、なんと行きたいなって。そういう人ってさ、一緒に楽しんでくれる人じゃないとさ、私もさつまんないのよ。分かる分かる。それだったら一人で行った方が、そう、そうそうそう、わかる。うちらさ、そういうとここう、アンテナ湧かない、なかなか難しいよ、楽しめる人が。もうこの年で難しいっていうのもあるよね。天ぷらもうまいわ。天ぷら食べへんねんけど、ここでは食べる。楽しいね。やんないからね、自分でこの揚げも。本当？やんない。やりそう。やったとしても、唐揚げぐらい。絶対やらない。全部炒めるの。いいと思う。もうワンプレート。いいと思います。栄養あったっぷりでいいじゃん。はい、イカです。多分。おいしいです。めっちゃ柔らかいんやけど。本当に。イカって噛み切れへんイメージがあって、みたいな。ぐるっと抜けるみたいな。柔らかいんだよ。かまぼこですかっていう感じ。何が違うんだろうね。ここで取れてるんじゃない。すごいよね。これ半熟するの分かる。雰囲気もいいね。いいですよ。はいはい。もう飲んで。目で鼻で。かまぼこやな。東京にはない。築地にもないと思います。どう？あるかもしれないの。あると思うんですけど。食べたことないって。ガンガン食べてくんない？この刺身。あの、お腹が膨れてきました。わかるわかる。お腹も心も満腹です。すごい。お店の前がとにかく最高のロケーションです。空がいい感じになって。デザートは食べれる？食べれる。ね。いただきます。取れない、取れない。私取ってあげようか。月へナルトへ。はい、焼き菓子ナルト金時サンド、これをいただきたいと思います。めっちゃ食うな、この二人と思ってるやろ。持ってるよね。でもすごい食べてますけど、ジョイフルで食べてやってんだよこれ。普段より食べてるかもしれない。でもいいのです、今日は。そう、大丈夫です。泡番茶と、はい、絵がね違うの。うん、あの絵なこれね。え、おしゃれだよね。スーパーマンみたい。スーパーマンというか星の王子様というか。はい、ありがとう。でかいなこれね。拭きやすいよね。もったいなとか思う。私これ半分のサイズにしたらさ。まあね、でも拭きやすいわ。ちょっとさ、なんか鳥の糞とかついてたりするとさ、これでチュッて拭いて捨てんのよ。もったいないでしょ。ごめん、なんか想像がつく。はい、ごちゃごちゃ言ってないで実食。初めての共同作業です。すごい、すごいですよ。緩くなっちゃってるから柔らかいんじゃない。そう、これ中こんなです。こうです。ナルト金時。そうです。そうそうそう、 YouTuber。 そうそうそう、ちゃんの方が YouTuber。 いただきます。美味しそう。いい匂いすんだけど、うんま、美味しい。食べてないやどう、こんなに甘くない。めっちゃ美味しいやろ。食べてない。この周りのクッキーもさ、なんていうの、あのね、甘くないんです本当に。そうそうそう、自然なれをやってるのかしらね。砂糖とか入れてないね。うん、大好きなんだよこれ。これちなみに1本200円ぐらい。うん、
ネット通販で買えますので。食べれるね。粉が気管に入った。入った？じゃあお茶飲んで。さ、もう年寄りじゃないけど、うん、餅がさ喉に使えるみたいに、あの、うん、コリコリ、うん、あのお刺身が弾力があるから喉に使えそうになったよ。私噛み切れんの。そう、うん、東京に行ってるああいう子もレベルが違う、うん、厚さが東京とは違うでしょ。違う、2倍ぐらいあるでしょ。もう2倍ぐらいある。いや、もうちょっと丁寧に切れよってぐらいぶつ切りじゃない。ぶつ切りだった、うん、でもあの子だと刺身食べたっていうさ、そうそうそう、気持ちになるよ ね、 あのね、厚みがいいんだと思う私、ね、歯ごたえのない刺身とか気持ち悪くて食べられないもん、うん。うわ見てあれ、何の鳥あれ、フェリカンみたいなのが飛んでんだけど。だからこれ売ったの。あ、カモメかな。カモメこれ、うん、すごい大きいね。ワシトンビ、トンビ、うん、すごいよね。カモメでもなくないあれ。シラサギ、知らない、鳥がわからないもん。じゃあ、だ向こう鳥ぐらいしかわからない。ガン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 。向こう鳥がわからんわ。騒音の鳥の音でうるさいって、どんな鳴き方。ビリ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 。紅葉してるよねえ、うん、太陽が当たってる。いい感じじゃん。そう、ちょうどいい。5時までなのね。あ、そうなんだ。じゃあちょうどいいよね。あ、ちょっと海だよ。うん、いやーすごいね。このさ、海のとここうやって来て食べるっていうのも私好きだったのと思う、うん、学生の時。そうだね。刺身とか好きじゃないのに行きたいって言ってたもん。お茶のお母さんとお父さんがここに住んでたんだよ。うん、そうよ。ここから始まってるんだよ。そうそうそう。ここで生まれてるからね。ね。じゃあそうやって生まれて今に至ってんだよ。すごいな人って。撮影していないところでも深い話をいっぱいしました。はい、次はくるくるナルトです。すごいよ、すごい順調です。ほらほら、美味しそうですよ。ほらほらほらもう食べれません。食べなくていいよ。はい、ナルト金時キャッチャー、これはぬいぐるみですけどね、先日本物のやつ見ましたね。あれは受けました。リゾートホテルでしたから。そう、ここも食堂空いてるじゃん。食べたことないけど、向こうにもフードコートみたいのがある。向こうそう、結構ね値段すんのよね。うん、高いなと思いました。そうそうそう、うん、ここのとも美味しい。味が高いなと。きっちり観光客プライスなんですけど、一回トライしたいんですよね。何でもあるよ。何これ、もうたまらんやろ。何買ったっけ私。インチャンラーメン。ちょっと待ってね、これ私飛行機の中に入れる。これ軽いから。なんかちょっとあなた販売って書いてるじゃん。並ぶの、ほらほら、出来上がりのあれとか。そうそう。ゴールデンウィーク開店当初はさっきのね極細けんぴとこのアンパンと表の売店も行列できてましたけれども、今どんな感じかはちょっとわかりません。フードコートは食堂系もあります。すごいでしょこの丼、食べられへんと思う、このタワーみたいなの。でもなんかちょっとちっちゃいのトライしてみたいです。すごいよこれ、持ってない、持てない。でも安いよね。安い。番茶のパウダーとかあるわ。泡番茶、あ、菊芋パウダーもあるわ。泡番茶に菊芋、体にいいもの気になります。頑張るわ。そうよ、こんなのより安い。そうよ、いっぱい買ってっちゃおう。カゴ。はい、お次は笑顔。おじとよく来た笑顔です。くるくるナルトの次は笑顔、弾丸ツアーでございます。こっちの方が安いと思うよ、うん、ね、うん、いろんな種類があって農家さんが違う。うわ、何これ、ナルト金時ギフトバッグ。うーん、1キロ入っています。いくらこれ。700円か、うん、安くない。買おうかな、うん、大変です、いっぱい買ってます。ジーマミドウがあるじゃないですか。買おう。なんで沖縄のを買ってんの。これも見てた、菊芋、菊芋、よっす。もう分かっとまない、もうやめよう。マヤトウリっていうのが気になるんですけど、マヤトウリ、あ、カリフラワー、カリフラワー、カリフラワー大好き。よし、もういいだろ、買いすぎても料理できないから。うん、箱いっぱい買いました。見てこのカリフラワーなんてさ、こんな新鮮なでっかいカリフラワー250円だ、ね、安いな。これ多分、うん、京都とかで買ったら500円はするよ、うん、もっとかな、もしかしたら。菊芋も買った。菊芋、ほら、あ、菊芋、ね、珍しいでしょ。里芋みたいな感じなんだけど、あ、そうなんだ、シャキシャキしてるのね、うん、糖尿病の人にすごくいいって言われてる、うん、そうなんだ。
そう、体にいい多いものなの。フォカッチャ。すげえ。そう、いっぱい買ったよ。いいな。これ全部割引だから。これ鈴木ね。安いでしょ。マジで、マジで羨ましい。でも会いましょう。またね。ありがとうね。バイバイ。帰らないで。現実に戻る。大丈夫？大丈夫。はい、あのちょっと考えてください。ありがとうございます。朝から晩までお付き合いしていただいて。こちらこそ本当に。また来るわ。お茶が嫌じゃなかったら、はいはい、もう、はい、またね。はい、さよなら。バイバイ。もうまたね。また LINE で。LINE で、電話でしましょう。行って、頑張ろうね。頑張ろうね。頑張ろうね。もう。頑張ろうね。ああ、なんか切ないわ。本当ありがとう。もう寂しいよ。でももう、うん、頑張る。行く。よし。行きます。本当ありがとうね。ああ、もう泣けてくる。本当だよ、もう。ね、でも本当ありがとう、ゆっくり寝て。もうなんか今度いつあるかなと思って、なんか撮ってんじゃねえよ。アホやで、もう50歳2人がもうアホやで、もう泣きして、もう終わりも見んじゃないよ。でも本当にあの、じゃあねー、バイバイ。さよなら友よ、また会う日まで頑張ろう、互いに。あ、道がわかんねえ、ナビ入れてね。あ、おっさんや。頑張ろう、明日から頑張ろう、行くようから頑張ろう、彼女に恥ずかしくないように生きよう。いい友達持って幸せだわ、本当に。もっと強くなろう、徳島で頑張ろう、それが彼女への恩返しにもなるはずだから、そして皆様にも。ただいま入浴中です。エモロスになっておりますが、いっぱいエネルギーと元気をもらいまして、心の洗濯になりましたね。なんかくだらないことで悩んでたり、時間を使ってたりするのがもったいないなっていう意識にすごいなりました。くだらないことではないのかもしれないけど、なんかとことんやらなくてもいいんじゃないのっていう気になってきました。他にもっとするべきことがあるような気がして、今悩んでるのは子宮ポリープのオペをどうするのかっていう話なんですけれども、今度大学病院の先生と相談してというか、今の現状をご報告して先生が何とおっしゃるかによって決めようと思ってるんですけど、 MO に会いにね、東京に行けるようになるにはね、あの大学病院で入院するのもそうですけれども、体調不良を抱えててそういうことに対応できないっていうことがハードルになってるわけですから、健康になるためにも楽しむためにも、もっとこうコンプレックスを克服して鍛えていくことに集中していった方がいいと思うんですよね。ポリープのオペなんかはもう流れに任しとけばいいような気がして、限られた時間をなんかもがき苦しむのはなんかちょっと違う気がしてます。そんな気にさせてくれたのは MO のおかげやと思います。で、自分のやるべきこと、断捨離とかだったり、そっちの方が生産性が高いと思うし、時間を有効に使っていかなきゃいけないから、同じことをくよくよ悩むんだったら、なんかプラプラ散歩してる方の方が、いいような気がするんで、自分のやるべきこと、そして人生を楽しむこと、前向きに生きること、そして不安に思ってることを、体調とかもそうですけど、お金のことだったり、これからの生き方だったり、家族のことだったり、そういうことを不安からちょっとでも逃れられるために、がっつりなんか勉強したりしてやっていかなあかんなって、妹も話しながら思いましたね。もがき苦しんでた1週間からは親友に救い出してもらいました。リアルは来週からまたしても生まれ変わりたいと思っております。はい、悶々とする自分も続くでしょうけど、いやいやいかんと自分に言い聞かせてやっていきたいと思います。ということで、これは今ね、紫シャンプーを、紫を髪に染み込ませてるとこなんですけれども、これを洗い流して、今日はちょっとゆっくりベッドで編集をしていきたいと思います。
ここまで見てくださった皆様、お付き合いどうもありがとうございました。徳島よいとこ一度はおいで、皆様のお越しを心からお待ちしております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。 Twitter、インスタもやってます。それではまた。サブチャンネル、リアルのしゃべりの方もご登録お待ちしています。ライブもやってるよ。